はい、こんにちは。今度19日から高知競輪を走る、4人のこのメンバーです。S 級が、西村君、で A 級がこの3人で、沖君がおって、6月19日、水曜日から川上君が先行屋で、岡君がそれをマークするか、わからんけどもね。今度、この6月の19日、20、21と、走ります。その時に、皆さんよく応援をしてやってください。それで、ちょっと今のね、調子とか、それからまたいらんことも聞いてみます。はい、西村君。西村君は、S 級で高知県で、このメンバーたった一人、出るはずです。それで S 級やからやっぱり調子はどうかね。見ての通りです。聞くほどのことはなかったね。恥ずかしいです。けど今はもうちょっと話したけど、やっぱ走らんと治らんの。そうですね、まあ1年ぐらいかかると思うんですけどね。1年かかったらいくつになるのよ。45の年ですね。 45? 44ですね。まずね、まあええやから、株やもんね。ええかもしれんね。まあ怪我しないように。けどやっぱり高知競輪走るいたらそれなりの気持ちが湧いてくるろ。いやもうやっぱりそうですね、本当のこと言ったら成績を見ると、うん、恥ずかしい無様な姿を見せたくないんですが、三着で、まあもう競争に参加できるぐらいの、うん、まあ練習は、ここへ向けての練習は、いやもう早朝、6時ぐらいからいろいろ山行ったりとか、やりゆう、見たらもうちょっとかかるかもわからんけど、けど今度の高知でよ。すべて3着、今の不安が言うみたいに3着、2着とか3着くらいついていくばいのことは3着来たら多分10万車検だと思う。10万車検気をつけちゃったよ。3着来たら10万車検が言うみたいな。けど誰だよ、西村、西村です。西村の茶番6番車けそう3着でお願い。頑張れ。もうユニフォーム、前ユニフォームいますね、6番車の。まあけど西村君もね、ちょっと怪我が多かったもんでね、これから怪我もせんずつ一生懸命頑張るろと。また高知競輪劇、気合いも入っちゅうろ。はい、気合いが入っちゅうね。頑張ります。足がついてくるかついてくるか。足がそんなに言われないよ。ちょっと思ってましたね。足はついてくる、間違いない。気持ちだけで足が回らない。まあちょっと、まあこんなこと言っていかんねよ。まあ足がちぎれるようなことないき大丈夫よ。もう耳が痛いのぐらいのに、うん、けどね、ここでちょっと言うちょいて、帰る時の集会の帰る時に言うたらね、全然もうここだけ通り過ぎたら終わりやと思うけど、怒る方今日言うちょいていかんわんね。では西村君が、まあ、そのようにして一生懸命頑張ると。地元やきね、ここで何かきっかけをつかんでほしいね、自分らとしたら。はい、沖君。こんにちは。はい、沖君がね、高知競輪場ではね、ものすごい闘志を燃やして走ってね、まあよそでも闘志を燃やすけど、ここではまた特別に闘志を燃やす方へもね、沖君、そうじゃん。そうですね、やっぱり地元はなんか走りたいという気持ちは常になるんで、うん、応援お願いします。そうだよね。野球やりゆうといいから、もう井野でピッチャーでエースやったいって言うもんね。ほんまかやーって言うたことあるで。あるけど、そうらしい。ほんで、今回、本当、今全然関係ないですよ。今またなんじゃないけどね。まあ、沖君が、このメンバーの、この3人の、西村君と乗ることはないけど、この3人の中でね、一緒に乗りたい、恋い焦がれちゅう人がおるわけよ。不安の人。川上君と乗りたいわけよ。岡と乗ったらいかんきよ。で川上君と乗りたいわけよ。けどまあそれがどういうふうに、番組のね組み合わせでどういうふうになっていくかはまだ分からんです。そうやろ沖君。そうですね、川上と一緒に乗って、うん、ワンツーを決めたですね。もう僕が一着で、はい、いやその通りやもん。
もう僕が2着言うから嘘やけ、うん、気持ちはそうやろ、うん、で大木君がね高知競輪場では特に闘志を燃やして走る人です。で、ファンの皆さんねちょっと注意をして見よってお願いします。はい、お願いします。岡君こんにちは。岡君、はい、のけもんにしたみたいでしまったね。岡君がね、私宇佐の方なんですよね。そしたらね、岡君がねスカイラインの方を向いてね、もう再々見かけてよ、これは高知競輪ちょっとやる気やろうかと思って、こう何回か見たことがあります。やっぱりね、練習をしゅう人はどっかで出てくると思う。今回はやる気やろう。そうですね、地元聖夜戦は久しぶりなんでやりたいと思います。補充でき、予備できたら途中から負け戦から走らない感じね。そうですね、はい、そこまでちょっと気持ちで飲んで頼むで、はい、今度初日の日の19日、はい、忘れたとは言わさんだどうもです。いいかよ、はい。ほんでね、真面目な、この中で真面目な岡君やきね。ほんで、言葉のこう受け答えもうんと真面目に言うてくれると思う。頑張ろう。頑張ります。はい、お願いします。はい、次へ。こんにちは。はい、川上君です。川上君、ちょっと点数が足らなかった、出過ぎに上がるだったりだかな。そうかな、どうやったかな、前回。そうですね、前回そうです。そうだよね、はい。今度は、初日は3場所か4場所続けて1着1着。そうですね、初日だけみたいな感じになっちゃうんですけど。順位がちょっと後持ちになっちゃうわけよね。そうですね、安定してないですね。うん。で、決勝では最近は乗ったことは2場所乗れてないですね、連続で。3場所前には乗った。あー、乗りました。どこで、どこで忘れたか。どれもよかろう、うん、覚えちょらねえかんでね。けどね、だいたいね、1場所、2場所だいたいね、2場所目は忘れて1場所、2場所は覚えちゃねえかんだよね、はい、誰と走ったか。あの人にこういう風に負けたっていうのも覚えとった方がいいと思う、はい、そうやろ、小木君ね。前回言うてみるから、忘れて。前回は川上君は抜けませんでした。前回ね、川上君と一緒に走って、抜けんかったけど、他の人が言うにはびっくりした、抜くわ生きよったで、ずうずしいねやーいて、練習大したことないに競争になったら抜きにくかやーいて言うたことやったです。それはクルメがね。そうです、はい、前回です。はい、あんたがここで一番新人やき、高知競輪場をこういう風に思って走りますということを言うて、どこまで狙うか。そうですね、じゃあ初日は沖さんに抜かれて2着、うん、それから準優も抜かれて2着、うん、最終日は1着です。そうか、気持ちいいね。これ先輩が騙しみたいな、初日の方はね。まあけど、そういうような気持ちでね、この3日間地元ということをうんと頭の中に置いてもうて頑張ってもらうと、はい、いうことよね。はい、それでは岡君、どういうふうに走るで、ちょっと抱負というか。最近はちょっと成績がかなり悪いんですけど、まあ、地元からはちょっと巻き返したいと思います。はい、頑張って。はい、小木君。優勝を目指して頑張るんで、応援よろしくお願いします。川上には負けません。そうやね、頑張って。はい、西村君。なんて言ったらいいですかね。頑張るしかない。もう頑張るしかないです、うん、それだけです、はい、西村君はもう本当に不安の前で恐れ入って、頑張るしかないという言葉しか出てこんそうです。いや、そういうようにこの4人がね、走ります。よろしくまたお願いします。どうもありがとうございました。